イガーバカット。じゃあ5分マッチ始めます。スタート。よし、いいっすよいいっすよ。最初引き込んじゃったの今。桜庭さん右膝つかない、つかないつかない、ほら蹴られるから。桜庭さん足の裏ついて、で桜庭さんズボン持って、ズボン先っぽ、ズボン持つ。三角でいける。持てなくても膝ついちゃダメ。そうそう、背筋張って。桜庭さんズボン持ちますよ、辛くても持ちます。あ、桜庭さん膝つかない、立つ。足の裏ついて、桜庭さん攻めないと、辛くても攻めないともっと辛くなるから、ズボン持って、ズボン、そう、オッケーオッケー、振って、三角と直角見せながら、どっちか踏みに行く感じでいこう。桜庭さん、三角とか気をつけて。桜庭さん、帯、両手で帯持って、真ん中の、で、しっかり持って、背筋張った方がいい。坂上さん、今のだと、スイープとか食らう可能性あるんで、あ、しっかり、立たせない。はい、今立つ、桜庭さんも立てる。十字とか三角気をつけながらね。下向かない。ほら、桜庭さん三角とか来るよ。桜庭さん立って。そう、いいよ。桜庭さんそこ集中。タックルとか急に来るかもしんないから、道着とか持ってて。そう。今0-0。桜さん右手袖とか持ってたり気をつけて、急にタックルとか来るから、もっと腰落としてて、あ、来た、あ、桜さん判定、ウィッツさん入った。桜さん、そこ足しっかり半分、今桜さん、そこ割られない。オッケー。そう、桜さん足すくってもいい。桜さん左手で足すくってもいい。そう、ズボンの先っぽ持ってもいいし、でも襟かなんか袖持ってみましょう。で、あ、クロス解かない。ダメだったら立ってもいいんで。担げる。桜庭さん、そこ集中だよ。集中。担ごう。エビ。ダメだったら立ってもいい。オッケー。2オン、サイド、4点だから、7点。ここ、た、そこ、もう満足力、満足力。桜庭さん、立てたら立つ。相手、首にプレッシャーかけて。マント取った、OK、 11-0。 1分半。はい、レフリーの雪川さん、ブラボーチョークでした。はい、マジですか。はい、本当に。はい、あ、でもブラボーチョークだった。そうですね。あ、すいません、俺の勘違いですね。にわかでした。まあ、坂村さんどうでしたか。ちょっとこれキックボクシングみたいに、あの、連続勝利はいかなかった。まだちょっとね、怪我も治ったばっかなんで、あ、いっぱい練習してまたね、あの、挑んでください。また勝ちましたね。これは青帯がちょっと年内無理だったんですけど、青帯がだいぶ近づいたですね。また頑張ってください。はい、おめでとうございました。ヘッドオン、はい、よっしゃ、いやっしゃ、せーの、チャンネル登録よろしく。You can...
波動拳。